どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。今回はですね、タウンホール8のホグラッシュについての動画でございます。早速見ていきましょう。はい、このようなベースなんですけれども、編成を見てもらえば分かる通り、ババキン9、ヒーリングは3つ、そしてレベル4のホグライダーですね、タウンホール8でマックスのホグライダーが30体、そしてウィザード、アーチャー、そしてバーバリアンで援軍処理をしていくと。まあ、ベースを見てもらえば分かる通りですね、まあ私ドラッシュのドラバルのタウンホール8のドラバルの動画でこのベースもですねちょろっと出したんですけれども、まあこれをベースをドラッシュで攻める場合、ここら辺を面で取って、攻めていくと。そして、ドラバルの場合ですと、ここら辺にレイジを打って黒バルをやったら強いよとか言ったんですけれども、実際ですねここら辺怖くないですか。ここら辺に、ホーミング対空地雷であったり、あとは、対空爆弾っていうのがあって、黒バルをですね一瞬にして壊す、もう黒バルがもう落ちてしまう場合があるんですよね。こういう罠がありそうだなとか、そういうベースに対してやはりただ単に、ドラッシュをしていくだけですと星2とかで終わってしまうかもしれないんですよ。しかしタウンホール82大最強の攻め方、ドラッシュとホグラッシュでございます。そのホグラッシュを見ていきたいと思います。まずは、もう早速リプレイを見ていきましょう。もうね理屈とかじゃないんですよ、最初は見ていきましょう。まずは援軍処理をするために、援軍釣りでしてですね、今巨大爆弾を解除できたのは非常にでかいです。まあ実際問題ですね、このベースを見る限り、巨大爆弾がありそうなところが、1箇所2箇所ぐらいなんで、この方は、しっかりとですね、ベースを見極めて、やったんですね。今のホグライダーはそのしっかりと援軍が最後まで連れているかを検証するホグライダーですね。援軍が1匹でも連れてないとやはりホグラッシュきつくなるので、ウィザードが1体援軍で残ってたとかいうのはシャレにならないほどホグラッシュでは、致命傷となりますので、しっかりと援軍処理をしていってますね。さあここでちょっと、しっかりとバーバリアンでウィザードですね、しっかりと援軍処理ができています。さあここでホグライダー2点出しですね。ここで2点出しは非常に有効だと思いますね。1点出しをするとですね、このように30体ぐらいのですね、ホグライダーがいるのにもかかわらずですね、1点出ししてしまうと、約20体ぐらいのホグライダーはただ動いてるだけになってしまうんですよね。そこで2点出しにすることによって分散して、防衛施設も早めに壊すことができますし、しっかりと、オーバーキルをしないで、しっかりとですねホグライダーを運んでいくことができるので、こういう2点出しあるいは3点出しというのは非常に有効だと思いますね。あと1点出しの場合ですと、何でしたっけ、巨大爆弾でいっぺんにやられたらもう目も当てられないので、そこはしっかりと2点出し3点出しが重要となってきます。そしてウィザードですね、残しておいてしっかりと外周を破壊していくと、これ非常に、うまいですね、計算してしっかりと攻められております。さあここでやはりですね、ウォールブレイカーとかも別に持っていく必要はないです。外周をこのようにしてウィザードで破壊すれば、自然とホグライダーはですね中心部の例えば、ヒットポイントの高いダークエリクサーポンプであったりクランの城であったりタウンホールもしっかりと破壊してくれるので、このようにですね、ウォールブレイカーとか持っていく必要は全然ないです。はい、ということで、流れを見ていきました。早速ですね詳しく見ていきましょう。まずはですね、先ほども言いましたけれども、やはり援軍処理、本当に援軍処理はですね重要中の重要なので、皆さん絶対にここはミスらないでおきたいポイントでございます。冒頭でも言ったんですけれども、やはりタウンホール8ではもうホグラッシュとドラッシュやっとけば基本的に星3取れるんで、ですねよく私ツイキャスとかでも言うんですけれども、無理にタウンホール8で5ワイプとかをする必要はないんですよね。はい、このようにして強い戦術があるので、しっかりともう強い戦術でなおかつ星3が取れる編成があるので、タウンホール8には、ぜひともドラッシュホグラッシュでですね、しっかりとやることがクランのためにもなるかなと思っておりました。ここでウィザードが出てきました。このようにですね、もう最初のリプレイ、最初の1回目に見たリプレイで全ていっちゃったんですけれども、やはり重要となっていくポイントは1つ援軍処理、そして
2点出しあるいは3点出し、1点出しをしないということが2点目のポイントとなります。そして3点目はやはりウィザード、最後はですね、結局は時間切れになりやすいのでウィザードとかバーバリアンキングを最後の方までしっかりと取っておいて、防衛施設が破壊されたタイミングでしっかりと送り出す、それが3つのポイント。その3つのポイントを抑えれば君はタウンホール8マスター。まあそんなねことを言ってもしょうがないですけど、まあドラッシュとホグラッシュ、この2つを覚えればタウンホール8の、スペシャリストになれるのではないかなと思います。ということで皆さんもぜひともこのホグラッシュ、そして、ドラッシュ、もうこの2つをですねしっかりと練習していくことがタウンホール8でですね、そのクランでも活躍できますし、クランのためにもなるかなと思います。ということでぜひとも皆さん練習してみてください。ご視聴ありがとうございました。